はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はざっと言うと、調査が進んだっていうぐらいかな。この逮捕くんからかな、逮捕くんから、この解剖記録だのめちゃくちゃ怪しいメモとかさ、あと携帯電話が見つかったりして、これだけあれば裁判戦えるだろうみたいな、そんな感じで前回終わったんだよな。やっていこう。いかがでしたかしら。ちょっと滑舌。なるほど弁護士、昨日の調査は正直なところまだはっきりしない点がいくつかあります。というかはっきりしない点だらけだよ。どんな判決になっても気に病むことはありません。覚悟はできていますから。私信じてるから、お姉ちゃんのこと。一個言わせてほしいんだけど、あかねちゃんの声に関してはね、ごめん、キモくなっちゃうけど、それは許してほしいわ。これが俺の限界なんだよ。これが、綾里家か。綾里家以外のやり方だったら、キモくなるのは重々承知してるから、これはもうしゃあないわ。許してほしいわ。なるほど弁護士、先輩として一つだけ忠告しておきます。何ですか？弁護士は依頼人を信じるなどをもってのほか、被告人は疑われる理由があるから起訴される。それを忘れないことです。どまいさん、あなたは千尋さんの先輩で、あの人によく似ています。でもお二人には決定的に違う点が一つあります。そっか、千尋さんはなんかあれだったよな、最後まで信じなさいみたいなこと言ってたよな、確か。それは？あなたは弁護士ではありません。おお、いいこと言ったね。そろそろ時間ですね。それではお願いします弁護士さん。滑舌が。まよいちゃんがいない初めての法廷か。それってつまり、誰の力も借りない、僕自身が見つけるんだ、この手で真実を。あ、そういう意味での第5章なのかな。なんか第5章はさ、なんか俺の予想はさ、第5章で逆転裁判1は終わるっていうふうに思ってんだけど、第5章はその全く新しい登場人物が出るのと同時に、なるほど、初めての一人での法廷なんだな。え、頑張りましょう、なるほどさん。私がついてますからね。来んじゃねえよ。覚悟決めたんだよ、今、おい。男の覚悟を踏みにじんじゃねえよ。来てるし、横いるし。これより、ほおずきとお前の法廷を改定します。弁護側は準備完了しております。検察が戻り。久しぶりだね。あの事件以来久しぶりだな、法廷に立つのは。余計な感情を交える必要はない、なるほど龍一。そうだよな、まあ光力と、なんて言うんだろうな、最後に戦った時はさ、まだライバル関係みたいなのあったけどさ、この最後の光力裁判のさ、せいでっていうか、おかげで、お二人の距離縮まっちゃったからね。前より、確かになるほどの、その性格的には確かにちょっとこう三剣に情を注いじゃうところもあるかもしれないからな。周りの者が何を言おうが、自分の進むべき道は私が決める。ガイアには所詮判決を変えることはできないのだ。それでは三剣検事、冒頭弁論をお願いします。大月智恵は首席検事でありながら許されざる罪を犯した。しかも検事局を犯行現場に選ぶという暴挙。やっぱり生は迫力が違いますね。なんか私いろいろ白状したくなってきちゃいました。白状しろよ俺に、その前に。おい。お前のせいで負けるかもしんないんだぞ。しかしその暴挙が命取りとなったようだ。犯行はある証人に目撃された、いわばプロと呼べる証人に。目撃はあれだよね、あの弁当屋さんだよな。それではその証人に、証人を入廷させていただきましょう。
一の、なんだっけ、一の谷だっけ、一の矢だっけ、わかんねえし。谷だったかな。一の谷教科を承認席。ゲロまみれのお経さんか。やべ、なんかちょっと今日慣れてないわ。あんま慣れてないわ、ごめん。あなたはどこかで。え、見たことあんの。あ、あら、こちらキャビア弁当でよろしかったかしら。お、これがキャビア、生まれて初めて食べますぞ。涙目で飯をかき込んでいる。あ、新しいの。そちら様もふりかけ弁当でよろしかったかしら。急にグレード落ちたな。おいおい、やめてくれよ。ああどうも。でもね、ふりかけ弁当の方が美味しかったりすんの、やっぱ庶民的にはさ。商人、名前と職業。それでそちら様はごま弁当でよろしかったかしら。ランチタイムにはまだ早い。名前と職業をお願いする。結構突っ込まないんだそこ。さすがにね、ごま弁当なんてお前見下しすぎだろみたいな。そちら様いかがかしら、お味の方は。これが憧れのキャビア、どうかとろけそうですぞ。私、キャビアとはひじきに似たものだと思ってました。どんなイメージだよ。名前と職業だ。一ノ谷京香でございますわ。以後お見知りおきを。訳あって弁当ランドにて陣頭指揮をとっております。これでよろしかったかしら、三剣賢治様。それでは証人、事件の説明をお願いしよう。ちょっと待ってください。もう一口食べちゃいます。早くしろよ。さて、三剣賢治、事件の説明ですが、できれば警察関係者の方に。裁判長様、そこの検事さんがおっしゃったでしょう。この一ノ谷教科はプロであると。はは、どういうことですかな。それ、その情報あれじゃない、その情報があるせいでむしろ怪しくなってくるよな、急に。一ノ谷教科は2年前まで捜査一課の特別捜査官、公衆殺人事件担当の刑事だったのだ。お京さんが刑事。あなたはもしや。ゲロまみれの。見失ってきた声を。お京ですわ。お久しゅう、裁判長様。わかりました。説明をお願いします。何があったんだ一体。何もなんだあのお姉さん。多分このモードじゃなくて逆の分け目のモードの時に何かあったんだろうな。それでは皆様、こちらをご覧くださいな。来た、説明。検事局の地下駐車場は2つのブロックに分かれておりますの。 A ブロックは検事局職員用、 B ブロックは外来者来客用。2つのブロックは金網で仕切られておりますわ。まあ部外者に侵入されては困りますからな。事件現場は A ブロック奥の車、その後部トランク。犯人は被害者をナイフで殺害後、車で運び出そうとしました。でも運悪く目撃者によって現行犯逮捕されましたの。その勇敢な目撃者というのが。このお京ですわ、裁判長様。証人、あなたは犯行の瞬間を目撃したのですか。もちろんですわ。その後直ちに首席検事様の身柄を確保いたしましたの。これはもう決まりだと思うのですが、いかがですかな弁護人。僕に同意を求めないでください。それでは裁判長様、往生際の悪い殿方を真っ二つにさせていただきますわ。頼もしい限りです。一つお願いいたしますぞ。真っ二つって僕のことか。よし、まあとやかく言ってくる人はいないと思うから揺さぶっていこうか。こんなに、まあまあこれは別に、まああの日彼にお弁当をお持ちする途中のことでしたのよ。あ、てかまだあれか、突っ込めないやつが。まあこれ大事かな。捜査官としての勘と申すのかしら、何かを感じてしまいましたの。まあこれも別にだな。
はあ、見ると金網越しに趣味の悪い車のそばにいる首席検事殿が。首席検事殿は右手にナイフを構えておりましたわね。そして正しき捜査官の胸にズブリと突き刺しましたのよ。本当か、胸か。わかんねえな、胸か。胸だな。ナイフ右手かこれ。わかんねえな。ふむー、恋人にお弁当、乙女心というやつですな。そこじゃねえよ裁判官。疑問の余地はないようだ。確かにナイフをズブリと刺したところをそのものズブリ目撃しているわけですからな。いかがでしたかしら、真っ二つにされた感想は。か、考え中です。傷は浅いです。なるほどさん。それでは弁護人、尋問をお願いします。ささっとやっていこうか。まあ、全部聞いてもいいけど、まあまあこれは別にそんなもんない。ここ聞こうか。彼というのは捜査官の。そちらの彼ではありませんの、主エースの彼ですわ。そちらの彼、彼をたくさんお持ちなのですか。他にもこちらの彼やあちらの彼もございますわ。いっそ裁判長もいかがかしら。どちらが空いておりますわよ。行くか裁判長。結構です。行かないか。裁判長さん、ここで少し考えると。主演室は駐車場の A ブロックにございますのよ。あ、すんだね。駐車場をすべて見渡せるように2階部分にございますの。あのセキュリティって書いてある部屋。違う、あのセキュリティって書いてある部屋だな。ところであなた自身は車でお弁当を持ってきたのですか。私、今は部外者ですから B ブロックに駐車いたしましたわ。つまりお京さんは B ブロックで事件を目撃した。はあ、大事だねそれは。何かを感じてしまいましたの。一応聞いてみようか。事件の起こる予感がしたわけですか。あの感じ、何と申し上げたらよろしいのかしら。そう、身の詰まったかぼちゃを前にした時のようなあの感覚。全く想像がつきません。捜査官の勘といえば、被害者の正しき道夫さんも捜査官でしたね。腕はまだまだでしたけれど、浅漬けのたくあんでしたわね。あれ絶対あれじゃない、捜査官時代にさ、何かあったんじゃないの、二人の間に。たくあん。まだ色に染まっていない、まっすぐで素直な子だった。ふー、私などはもう真っ黄色でシワシワですがね。変な匂いもありそうですよね。ま、聞こえてなかったからよかったな、お前。とにかくあの時、私何か胸騒ぎがして。趣味の悪い車というのはもちろん三剣賢治様の車ですわ。三剣賢治の。ちなみに死体に刺さっていたナイフも賢治様のもの。そうでしたわね。間違いない。全く微妙な事件です。それであなたの見た人物は被告人に間違いないのですかな。私、現場から10メートルも離れていない場所で見ましたのよ。間違いようがないだろうね。もしこれが本当なら攻めようがないぞ。とりあえずつけてみましょうよ、ケチの一つでも。相手が見つる気だからな、何か材料があればいいんだけど。うー、それであなたの見た被告人はどんな様子でしたか。聞いてみようか。犯人が手にしていたナイフについて聞かせてください。そう、刃渡り10センチほどでしたかしら。いかがかしら、三剣賢治様、あなたのナイフでしょ。まあそんなところだろう。賢治様たちは人体の急所にはお詳しいはず。
ゆで卵を作るより優しい仕事だったでしょうね。それはあなたに証明できることではありません。あらあら、そちら生卵派でしたのかしら。それでナイフを構えた被告人はどうしたか。あなたはなぜ犯行を止めようとしなかったんですか。ナイフを振り上げたところを見ていたんですよね。うん、確かにそうですな。残念ながら気づいた時にはすでに遅すぎましたの。遅すぎた。次の瞬間、首席検事殿は凶器を振り下ろしておりましたわ。そうですか。傷は浅いです。なるほどおさん。さっきも聞いたよそれ。な、他に何かないのかな。お京さんの証言、科学的に全く隙がありません。致命傷じゃないか。ポッケからどうしましょう。もう有罪なんですかお姉ちゃん。とりあえず焦らずじっくり揺さぶっていこうよ。隣であたふたされるとかえって落ち着いちゃうな。ニコニコしないでください。一応まあ全部聞いてみるか。じゃあなぜそんなこと。検事様の罪を憎む感情、尊敬すべき点もありますわ。しかし彼らのやり方は読みにくく歪んでいる。歪んだやり方はいつか悲劇を生み出すもの。弁当屋の意見としてありがたく受け止めておこう。都合の悪い証拠品はもみ消して存在しなかったことにする。そのためなら知りすぎた捜査官を切り捨てる。お手のものだね。あ、切り捨てられたのかな、お京さん。何か検事さんに恨みでもあるのかな。私、捜査官を転職と心得ておりましたわ、おそらく。そこの済ました検事さんたちに解雇通知を受けなければ今も。解雇通知？クビにされたのか。私にとって検事は虫けらにも及ばぬ存在。さりとて私もプロ。証言に曇りはございませんのよ。わかりました。それでは続けていただきましょう。これ全部聞いたよな、確か。聞いちゃったな。どうしようかな。どうしようかな。なんかあるかな。正しき情報、写真しかないしな。ね。あとは、指紋がないって言っちゃってるからな。このまだ時間についてのなんか証言出てないしな。これかな。しから5時半。12センチのナイフ。一箇所確認。もうこれ関係ないしな。スライド。分かってました。あの光のお弁当をもどもちするときのことでした。お前取りましょ。して男子とでも人数ベルト突き刺しましたのよ。分かんねえな。ちょっと待って、探すわ。でもさ、ここにさ、ケチな一つでもってついてんだよ。ああ、変わってない、これ。変わってないこれ。普通に、ちょっと待って。ケンジは虫けらにも及ばぬ存在。それならばあなたはある悪意を持って犯行を目撃していたことに。ほら、あ、そうやって進むの。それ読めないよ。新しいこと要求してきたな、急に。ちょっと怖いな。じゃあ何回もやっぱ揺さぶること大事なんだな。口を慎むんだね、坊や。お京の言葉にあやをつける。覚悟はいいんだろうね。はじめちょろちょろだかパッパ。おいしく炊き上げられたいかい。あ、なんか角度が。出てました、お京さんのグルメ短歌。新米弁護士と新米をかけたものと思われると。弁当屋に身をやつしていても筋は通す私なりに。
写真がある。この写真はあなたが撮影したんですか？事件に気づいたその瞬間、反射的にシャッターを一つ。私、弁当一つにカメラを仕込んでありますのよ。普通に首からスプラ下げておけばいいのに。このような写真、私も初めて見るが。ケンジ様に見せたら何をされるか分かりませんからね。は、私、捜査課の写真班に彼がいますのよ。確かにこれは被告人に間違いないようです。そうだな、まあ、でも左利きじゃないのこれ。まずいな、これは確かに友恵さんに間違いないぞ。それでこの時被告人は一体。あれ、もう一回喋ってみるか、いろいろ。じゃあもう一周。まだ変わんないよな。あ、証言できることはありません。ああ、これ違うわ、これ違うな。どっか変わってないか、これ多分。残念ながら、ああでもないかな。これでもダメか。ちょっと待てよ。でもこれかな、やっぱ首席検事は右手にナイフを構えておりました。ってことは、まあ首席検事は右利きという予測ができるけど、この写真では左で開けてるように見えるから、そういうことかな。一回やってみようか。まあ失敗してもまだなんとかなるし。あなたはそれを目撃したわけですか。巴さんがナイフで被害者を刺すその瞬間を。すでに申し上げた通り、このソース弁当にかけて。ソース5米にかかってるだけだな。ふむ、食欲をそそる匂いですな。しかしそれはおかしいのです。この写真を見てください。あなたの撮影したこの写真、萌えさんはナイフなど持っていない。そこか。そこだったか、論点。あの、三菱検事、何かコメントをお願いします。意義あり。もう少しやる気出していきましょうよ。やる気を出すべきは貴様の方だ、弁護士。どういうことですかな。この写真は犯行直前に撮影されたものではない。シャッターが切られたのはすでにナイフを刺した後だ。まあまあ返り血浴びてるもんな。どうしてそんなことがわかるんですか。返り血。首席検事様のコートの赤いシミ見えませんかしら。白黒写真じゃないか。はあ、分かりにくいですが、これは血痕だったんですか。いかがかな、弁護人。問題は全く見当たらないが。君以外は。なるほどさん、問題児扱いされてますよ。どうなんだろう。そもそもさ、俺的なその右で刺したっていうことはさ、まあおそらく右利きっていう予測ができんだけど、それに対してこの写真は左で開けてるように見えるっていう、そこかなと思ったんだけどな、論点は。何このナイフを持ってないとか、そのしょうもないことじゃなくてさ。しかしさっき証人ははっきり証言した。あー、確かにね。事件に気づいた瞬間にシャッターを押したと。言葉が足りませんでしたわね。ごめん、遊ばせ。それで終わりですか。ご飯が足りなければおかわりをすれば済むこと。それが嫌なら最初から大盛りを注文することだね。わけもわからず怒られちゃいましたね。私には彼女の犯行を止める余裕はありませんでしたの。ほおずき健様はプログラムされたロボットのように正確に、そして冷酷に殺人計画を実行したんですわ。計画、なぜわかるんですか。写真の首席検事の手に注目していただきたい。これは
手袋ですかな。薄いゴム製の手袋だろう。彼女はなぜそうこんな特殊なもの。手袋左手にしかつけてなくない？これ。あ、つけてるか。右もつけてんな。あ、犯行計画なくしてこんな手袋をしているはずがない。ガー、確かにこの手袋は犯行の計画性を物語っています。計画殺人、重罪ですわね。証人、証言に追加していただきましょう。殺人は全てが計画的だった。ゴム手袋がいい証拠じゃないか。計画的じゃないという証拠があるはずなんだよな。じゃあ、まだ分かんねえよな。とりあえず揺さぶるか。でももしかしたらおしゃれ手袋だったのかも。被告人が逮捕された時、手袋は確認されている。解剖の時に使用されるゴム製の特殊なものだった。つまり首席検事様は被害者と現場で会った時、最初から殺害を考えていた。そう考えるべきですわね。犯行の準備は全て整ってたってことさね。くくく、確かにさすが元捜査官ですな。まずいな。この殺人は全てが計画的だった。この主張が通ってしまえばいきなりおしまいだぞ。計画的ではなかった部分、そいつを探してみるか。聞きつ浅いです。あー、一緒か。計画的ではなかったという部分について突っ込むと、あー終わっちゃったな。計画的じゃないという部分、どれだろうな。計画的じゃない部分、でもこのさ、あ、でも携帯電話落としちゃったみたいな。いや違うか。まあ、計画的じゃないって言われればまあわりかしあるけどな。ね、だってまあ別に携帯落としたってのもそうだけど、まあでもこれ携帯落としたって説明ないからな。ってなると被害者の個人的なメモ、もうちょっと違うよな。ってなると、いや、これも別に指紋つけてないからな。どうしよっかな。まあ、いや、ちょっと一旦終わるわ。一旦終わるけど、これ、次回俺わかるかな。まあまあ、なんとかなるっしょ。まあ、いや、とりあえず今回はね、終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。